君は近づけるかな、この僕に。届かないな、その距離は。ハッパーケツハゲ、ヒアロールハゲ、危ない。うわあ、悪いな悪いな、オールキル。いや、これ作敵見るんですよ、これ。ハイドしてるやつがいないって分かるから。おれ、やべ、カニいっぱい、カニ道楽。これ、危ない、束縛。なんかボム敵のは強く感じるけど、自分にはななかなか踏まねえんだよな。やれるな。はい、射程の差、射程パワーだよ、分かったかい。レンジーズパワーなのだよ、このゲームは。マジこのゲームレンジ最強だと思う。レンジの武器は長い武器やってると思うわ。危ない、ほら、俺と雪合戦やるか。どんだけでも振り投げてやるよ。あ、これやばい。あ、インク、インクなかった。グレ投げすぎるとな、今みたいに逃げれんくなるんだよな。ほれ、これが射程だよ。レンジル強、レンジルパワーなんだよ。あぶね、ナイスカバー。はい、強い。ワイのソナーが入っとるで、これは。効いてる効いてる、俺のソナー。ナイスカバー。肘つけちゃうんだ、これ。あばよ、押してる時のスプラッシュ、楽しい。はい、レンジーズパワー、君は近づけるかな、この僕に。届かないな、この距離は。残念残念。ほれ、やれ、気持ちいい、バキガチ。レンジーズパワーよ、マジで。この銃レンジ投げ、他の銃の2倍ぐらいあるから、なんかだいたい距離離してローリング後ろにして撃ち続ければ一方的に撃てる。こりゃ気持ちいいの。相手上取る意識が低いな。はっ、バケツハゲ、ハゲなんだよな、バケツって。マジでマジバケツで、このゲーム。いや、おかしいよな、これ。これマジでおかしいよな、本当に。本当に一番やられるよ、バケツに。おかしいんだよな、バケツ。うわ、グレ。え、俺今普通に出てしまうの、バケツちゃん来たらとりあえず来るかなと。よし、一方的に言うと、マジ近距離戦いるんじゃない。味方クソ強いな、これ。うわ、俺何もしねえわ、チキショー。何もしねえ、気持ちよくねえ。味方クソ強い、これ。もうマジで強い。ちょっと猛者がいたね。ただ味方のジャンプ先にはなりましたね。だって敵にしても分かるけど、塗りが早い銃使うやつがいるとマジで強い、マジできつい。足場がなくなるのって本当にきつい、このゲーム。ずーっと塗られるともう何もできない。エリアがやっぱあると逃げも攻撃も使えるから、これが潜るのが強いんだよね。どっかに上手いやつでも足場塗ってたら勝てるからな、多分このゲーム。ハハハ、お前射程で勝てるよ、これ。相手動きがうめえ、やべえ。これ相手の上取ってるやつめちゃくちゃ意味わかんない動きしてる。上取れねえ、これ。バイナ、右取ろう、右取ろう、右取ろう。わお、バーカ。あーっ、惜しい、右取れてたけど物量に負けた。さすがに接近されると、 SMG 普通で。相手インファイト武器ばっかだな。 SMG マジ近距離ぐんぐん来ると、結局このゲームガチマッチだったら知らないけど、押し付けのゲームだと思うんだよな。自分の強さを押し付けたら絶対勝てるようにできてるからさ、武器の特徴が分かれてて。
それはやっぱ同じような距離感のやつらが4人集まったチームって強い。接近しやすい環境を作られて、接近されて4人に押し付けられてて死ぬ。ああ、ガチマッチいける。ルール知らないけどいいか俺。あ、でもトナーが最強。エリア内にトナーを打ち込む。でもどうすればいいの、塗るの。悪くはないだろ。どこだガチエリアって。ちょっと待って、ガチエリアってこの旗中じゃないのか。どこのことだガチエリアって。分かってるよこれ。ガチエリアってどれだ。なんとなくでいいのこれ。なんとなくでいいっぽいな染めんの。あぶねー、カウントストップされた。なんでよくローリング、ローリングの席、レンジの席。危ない。うわー、誰かあ、なんでこれ無敵すぎだろ。どうなってんだよ。なんで死なねえんだよ今の。ええやん。よし、圧勝、圧勝と。うわー、塗りポイントナンバーワン、バトルナンバーワン、関裕太。3回来るからね。バーク、そう粘ったけど。まずいか。おお、思ったのと違う。ナイス、そんな抜けた。そんなが刺さっている。おい、全然濡れねえ。どうする、これ。あ、いけてるわ。勝ちました。注目された時間って何だろう。生き残ったってこと。ユーアとユータ。ユーア頑張ろうな。回避タンクっすよ、ほど。回避タンク。タンクっすよ、これ。回避タンク。この枠めっちゃむずい。前詰めれない。あ、これめっちゃむずい、このマップ。やばい、どっかこれ上から行かないと無理かも。正面、敵が攻守になってて、ちょうどいい感じの。マジでいけない。でも、どうなってんの?あ、マジか、これマジで、ここ取り返せんぞ、これ。だーここマジでむずいかも。どうなるこれ、4勝3敗。挑戦終了。え、C マイナスです。ランク C マイナスです。ありがとうございます。プライムシューター使ってみたい。買えるかな。ちょ、マジで使ってみたい。はっ、アルティメットなってんだよね。開幕は正直急いで耐えて、頑張って耐えて、アルティメット打つ戦いだよなこれ。悪いな。うわー、ローラーハゲ。悪いな。オールキル。やらせに乗ったろ、道。これだけにしたろ。このマップ負けねえな。このマップやりやすいわ。俺、姉貴超えたわ。うちの姉貴 C ランクだったから。昔やってた時スクリーンショット送ったろ。 C マイナスだったかな。うちの兄貴クソだけど全然倒せないって言ってた。もうずっと一生殺されてた。俺 C になったら兄貴超えだわ。写真撮って送ったろ。一生ローラーで塗ってしばかれてた。コロコロ転がって、コロコロ掃除してってバチンって撃たれて死んでた。一生その繰り返しだった。それ見てちょっと俺やるのビビってた。あー、むずいんだなって。普段ゲームしたことない人と、俺も全くデバイスとかわかんないけど、ゲーム全くしたことない人としてる人ではやっぱ違うだろうな。全くやったことないジャンルでも、なんか対人の考え方みたいなのあるもんね、やっぱ。ただスプラトゥーンは独特だな。俺全然わかんねえわ正直。これクソむずいかも。これ独特だよ、いい意味で。いい意味でね、いい意味でマジで独特。これすげえむずいわ。はい、粘り勝ちと。
パノチやってるやつの画面、やってるやつはもっと早いよ。やってるやつね、もっと打ち合いの時に潜る。マジで潜る、打ち合いの時に。やってるやつは俺ボッタチで打ってるもん。これ射程外からボッタチで打ってる。やってるやつずっと潜ってる。これタップストライフじゃん。いやめっちゃ重くなる、これ連射してると。これタップストライフじゃん。いやでもローリング使っちゃうんだよな。これ強いかも。